皆さんは美術館はよく行かれますか？今日もココアートチャンネルをご覧いただきありがとうございます。世界中の美術館の代表作品が集まるここ日本では、毎月毎月たくさんの美術展が各美術館で開催されています。海外に行ったら観光プランに美術館を組み込むのも日本人の特徴かもしれません。それぐらい日本人は美術館が大好きなんです。当たり前かもしれませんが、美術館には有名な作品ばかりが展示されています。もうすでに評価をされている、世界各国さまざまな美術品を見られるのが美術館です。ただこれだけ美術館に長蛇の列を並んで行く日本の皆さんですが、画廊やギャラリーにはなかなか足を運んでいただけないのが現状です。ギャラリーには皆さんと同じ時代を生きる作家、中にはたまに作品の売買をしない作家さんが入場料をほんの少し取って個展を開催する場合もあるかもしれませんが、まあほとんどの場合入場無料で現在進行形、生み出されたばかりの作品を見ることができます。これだけ美術が大好きな国民だから、きっと画廊で今皆さんと同じ時代を生きる作家の中でも皆さんの心の中にグッと刺さる、皆さんと共感できる作品が必ずあると思うんです。今はインターネットでいろいろ調べることができます。スマホでもいろいろ調べることができるので、もしよかったら検索していただければ、さまざまな現代作家の展覧会を探すことができると思います。漫画家でもいいですし、立体を作る作家でもいいですし、お人形でもいいですし、版画でもいいです、イラストでもいいです、クラフトでもいいです、インスタレーションでもいいかもしれません。きっとそこには皆さんがまだ出会ったことのない才能がたくさんあるかもしれません。とは言っても画廊ってなかなか敷居が高い、行きにくい。美術館は絵を見る場所だけど、画廊は絵を買う場所だから、買う気がないのに行くのはちょっとって思ってる皆さんも多いと思います。また今度画廊のこともビデオブログにしてみようかなとは思っていますけれども、はい、というわけで今日は美術館が好きな皆さんに画廊にも足を運んでもらいたい、ギャラリーにも行ってほしい、皆さんと同じ時代を生きる作家を知ってほしい、そんな動画でした。なんかアートの世界って皆さんが考えてるよりもそんなに難しくなくて、なんか今の時代だからこそ必要な、そんな感じがします。想像力を養うような、そんなアートに皆さんが出会うことを願っています。それではまた次回お会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ココアートチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。パソコンの方はこの辺にチャンネル登録ボタンが出ています。スマホ、タブレットの皆さんはこの斜め下に赤いチャンネル登録ボタンがありますので、よろしければ。それではまた。